す。お願いします。はい、本日なんですけども、先日から出しているこちらの初代健康ボール、言ってみればちょっと僕まだ投げてないので、投げてみてどんな感じなのかなと。でちょっとやっぱりね、まず握った感じ小さめなのかなっていうのはあるのと、こういう風に握るとすごい引っかかる、こっちに抜けたりとか抜けたりとかっていうのは少し減るかもしれないなって。であとこれ変化球投げたらどうなるんだろうとか、僕もともとシュート回転なので、シュート回転のピッチャーがとか、まあ、野手とかが投げたらどういう風にめちゃくちゃシュートするのか、あまりシュートしなくなるのかっていうのもちょっと気になるところがあるので、軽くキャッチボールやっていきたいと思います。それではやっていきます。はい、それではやっていきます。ちなみにキャッチボール相手は、ヒロトにやってもらいます。ちっちゃい、やっぱ投げてても思う小ささ、かなり小さいかも。うん、でも硬いから取った時の取った感はこっちの方が感じるかなっていう。はい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 、うん、でさっき言った通りここしっかりとなってるから、こういう風にあんまりね、抜けって感覚がないかもしれないです。抜けなくないボール、うん、でね、僕今ちょっとサイドスローやってるんで、サイドスローとかでやってみます。あー、サイド逆に抜けるかも。サイド逆に抜けやすいかもしれない、これ上から投げ向けなのかな。あー、やっぱり抜ける抜ける抜ける。あれサイド、はい、ね、ちょっと曲げてみたりとか。曲がんねー抜け、ん？抜けてるからかな、曲がんないの。そう、普段だったら縫い目があるからどこで握ったら引っかかるとかってのが分かるんだけど、マジ縫い目って縫い目ここの縦の一本線ぐらいしかないから全然分かんないです、どこに引っ掛けるのか。これツーシームって概念がないから、投げたくてもどこを持っていいのか分かんないですよね。全然逆球いった。あれ逆にシュート、M 級でもシュートする方ですけど、なんかこっちの方がシュートするかもしれないです。投げてても、あのこの前ロンティでやった時にシューって結構なったんですけど、投げてても投げてる方でも感じるかも。でちなみに今ヒロとは別撮りでスラッガーのグローブを紹介しているので、そちらの動画もチェックの方お願いします。じゃあラストいきます。よいしょ。はい、ということで今ヒロトに手伝ってキャッチボールやってきたんですけれども、普通に投げる分にはいい、マジで普通に投げる分にはいいんですけど、こういう風にツーシーム投げたりとか、こうやって曲げたりとか、挟む系はね回転少なくなるみたいなんですよ。ちょっと僕が受けてないんで分かんないですけど、ってなった時に変化球の幅は減りそうだな、昔の人たちすごいなって、まっすぐで勝負してたんだなっていうありますね。なので、うん、まあその分まっすぐが今より威力あるまっすぐがずっといってたんじゃないかなっていう感想は持ちました。であと取ってる時なんですけど、まあ小さいんで、なんか今結構大きいグローブって流行りじゃないですか、手よりかはコンパクト版でも少し1個下がってもいいのかなっていう、 0.5 センチとか1センチまでは行き過ぎかな、まあでも少しずつ自分の思ってるよりかも下げても取れるのかなっていうような感覚を持ちました。手に入れられる方はちょっと遊び程度でやってみてもいいんじゃないかなとは思います。ということで、本日はこちらの初代健康ボールを使ってキャッチボールをやっていきました。
この動画いいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではお願いしょー。11月のプレゼント企画、よいしょー、いきましょういきましょういきましょう。こちらね、浜沢のグローブ、こちらはい、視聴者プレゼントということで、僕らが実際に1回使って片付けもしてある状態で、はいはいはい、プレゼントします。これ重要なのか、重要なのか。いやもうそれだって伝統の玉沢さんだね。そう、伝統の玉沢さんなんで、でこれを使った理由とかもらった理由っていうのは、まあ、前原スポーツさんからこちらいただいたんですけど、1万人達成しておめでとうっていうお祝いでいただいたんですよ。でこちらを視聴者さんに、翔平 TV の視聴者さんにプレゼントしてくださいねって言ったんですけど、まあ初めてのキャメルのグローブ、どんなものかちょっと見てみたい、ちょっと使ってもいいですかね、使ってノックして片付けつけて、その状態で、まあ、プレゼントするっていう話を、まあ言っちゃえばでも片付け済みだからすぐ使えるって言ってでもそうですね、言い訳だけどね。そうロンティ120飛ばす翔平が使ってたグローブです守備じゃない、ね、守備じゃない、ちょっと違うか。背面はね綺麗なんですよ、背面綺麗ですけど、まあ、補給面はまあしょうがないですよね。磨きます磨きます、うん、良平さんの手入れをした状態で、綺麗にした状態で送られるんで責任重大汚すだけ汚すってこちら応募条件がいくらかあるんですけど、動画の概要欄に一番上に貼ってます、前原スポーツさんのインスタグラムをフォロー、はい、そして翔平 TV のチャンネル登録、そしてこの動画今後ね出るであろう発表までの動画に何回でも OK、 熱いコメント、前原スポーツさんのグローブ欲しいです、玉さんのグローブ欲しいですとか、熱い気持ちをコメントにぶつけてください。それで11月末に発表します。10月まで発表しないんでちょっと先に言っちゃうんですけど、11月30日に当選発表しますんで、まあ、こちらももらえるということで、今ね10月末はデサントのグローブ、はい、内野手を、で11月がこちらなので、皆さんぜひともチャンネル登録、コメント、高評価、インスタのフォローよろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TVT シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。